こんにちは、神崎です。ですね、インプラント日帰りっていうキーワード来てるんですけども、これなんどっちなんだろうね。もう1日で差し歯までやっちゃうまでの話なのか、それとも手術だけの話なのか、ちょっとここはわからんですよね、このキーワードだと。だけどね、日帰りで、手術は普通はします。入院云々っていうのはサイナスリフトって言って、ここの空洞自体全体は引き上げるような処置、それはもう大学病院とかで入院してやらないといけないようなものになります。だけどインプラントは普通はね、日帰りで手術しますんで、まあまあ僕はね、わざと前後多めに取って2時間ぐらいのご予約いただくんですけども、まあ実際の手術時間で1時間とか、まあ長くても1時間半かな、本数あってね、4本とかポンって1回に毎入するときはね。でもね、それは普通に日帰りでお帰りになっていただきます。だけど実はね、今度僕もね、ものづくり補助金の方でいただくことになりましたけども、インプラントワンデーで仮歯までは作ることは可能になってきます。ただね、骨の状況とかもね、全体最初にね、もういろんなことしないといけないから、実際に1回っていうのはありえないんですけどね。来て相談来て、はい、じゃあ今からしましょうっていうことは絶対できないんで、相談受けて、じゃあしますかしませんか、大丈夫ですか、ご予算的に大丈夫か、骨の状態どうかっていう診断をいっぺんして、で相談受けた時にね、するかどうかを考えていただいて、決めて、で次の回の時決めていただいて診断に入るっていう。で診断でちゃんとできるかどうか決定したら、じゃあ次行きましょうと、次の回の時に手術をして、その手術の時にちゃんと仮歯まで作りましょうっていう段階です。だからそこまで行くことも可能な人と可能じゃない人と、これはいますんで、やっぱりちゃんとした診断っていうのが必要になってきます。ですからね、日帰りでっていうのがどこまでの、ね、日帰りなのかがちょっと分かんないんだけども、完全にワンデイっていうのは難しいかなと僕は思ってます。まあね、費用的にもそのボーンって払えるだったらいいしけど、ご予約状況とかもあるわけだしね、他の方とのね兼ね合いとか、全くそういうのを無視してやるんだったら、それはワンデーでできんかって言われてきます、はっきり言って。で、まあ、まあそれもね、もうメーカーも限定されてくるしね、ちゃんと CT 取ってしないといけないっていうのもあるし、だからちゃんとね、そこら辺はまずはご相談いただきてからっていう話になりますんでね、なかった時は言ってください。ご相談はいつでもお受けします。ということで、インプラントの日帰りっていう話でした。それじゃあまた。